ねずこちゃん、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 ねずこ、あれ、ねずこ、いない。いた。入る。ここにカゴ。ねずこ、小さくなれ。ねずこ、すごいぞ。必ずねずこ、人間に戻してみせます。ああ、そうだな。え、あなたがですか。でも、え、あ、やめろ。大丈夫でしょうか。心配いりません、大丈夫です。多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。やめろ。家族、しかし禰豆子さんのかかっている暗示は人間が家族に見えるものでは。私たちは鬼ですが。やめろ。でも禰豆子はお二人を人間だと判断してます。だから守ろうとした。逃げるばかりで少しも攻撃してこない。どうして？はい、連れて行ってください。大丈夫か？ねずこ、ねずこ、頼む。みんなの縄を燃やしてくれ。よしよし、ごめんな。ありがとう。頑張ったな、ねずこ。ねずこちゃんは俺が守る。守る。美しい。美しい。寝た。母さん寝た。寝ました。ここでこんな危機を何度も乗り越えてきたお兄ちゃんのあれについての大正こそこそ噂話です。お兄ちゃんの石頭はお母さん譲りなんです。お母さんはまだ私が小さい頃、イノシシを頭突きで撃退したこともあるって聞きました。次回最終話、何度生まれ変わってもお兄ちゃんならできるよ。お兄ちゃんならきっと勝てる。
ネズコ。ひどい。めちゃくちゃだ。お、ネズコが助けてくれたのか。ありがとう。そうだ、他のみんなは。毒でただれた皮膚が治っていく。伊之助！よかった！よかった！やめろ！気持ち悪いな。マジかよ。え？ちょっと待て。な、こりゃ一体どういうことだ。毒が消えた。禰豆子の血鬼術が毒を燃やして飛ばしたんだと思います。俺にもよくわからないのですが、傷は治らないのでもう動かないでください。ご無事でよかったです。人がいないな。マキオさんたちがみんなを逃がしてくれたんだな。禰豆子、こっちに、こっちに行ってくれ。あ、よかったよ。びっくりよ。私が守る。ねえ。禰豆子。禰豆子。夢か。よかった。かわいい。顎がもうお尻みたいだった。